はい、高須スノーパークオープン2日目、混雑状況を滑りながら、撮っていこうと思います。ノーカットできますね。カミカミだったり間延びしたりするかもしれませんがご了承ください。これ一番ね、頂上付近はさっき撮りました。見てください。で、駐車場とゴンドラの混み状況もさっき撮りました。見てください。ちなみに僕は、高須スノーパークとダイナランド専門にやってるチャンネルでございます。はい、じゃあ滑りながら行ってみましょうね。今日はボード履いてます。はい、今日から新しいボードです。しかも今日からグーフィーですが、左を前にしないと怖いね。この混み状況では、いやいや、初めてグーフィーにしてはちょっときついんで、左足前にして滑ります。さあ、一番下の、リフト、どれぐらい、並んでいるのか見ていこうと思います。めちゃくちゃ混んどるわ。めちゃくちゃ混んどるわ。でね、壁もね、遊べるよ、結構。よし。よし。すーげー混んどる。まあね、カービングとかね、大回りとかね、できない。グラドリも危ないわ。もう超高速でカービングなんてさ、人がいっぱいで危ないよ。よいしょ。雪質はいいよ。雪質は後でまたアップしますわ。すごいね、気温が低いからすごくいいですよ。リフトもさ、ああいう風にさ4人ずつ乗せてくれるから、そうむちゃくちゃ混んでると思うけどね。さあ、間延びちゃうで。カット編集してないからさ、伸びちゃうけど、まあね、だから日曜日こんぐらいですよ。コースが限られているから、真ん中のね、まあほぼ真ん中のダイヤモンドコースしか滑れないから、滑って下のセンターハウスまで行けない。むちゃくちゃ混んどるじゃん。これ人がポールだよ。人がポールになってるわ。もう俺素人だで、横滑りじゃないと怖いわ。で、うまい人もおるでさ、むちゃくちゃスピード出してくよ。いや、でも、滑りやすい板だわ。滑りやすい板だわ。あ、人がいっぱいだ。これだけの人がいるのにさ、グラドリする人がおるんだよ。怖いわ。グラドリってさ、急減速するんじゃん。あ、見えてきたな、人。何人だ ?50 人はおるな。60人ぐらいかな。ちょ、もうちょい近くまで行ってみましょうか。よいしょ。チッコ滑ろう、チッコ。こういうね、プチジャンプ台もあるでね、おもろいよ。プチジャンプ台。行きつね、こんな感じ。こんな。あれはね、70人ぐらいおるかな。人、めちゃくちゃ人がおるわ。おい、縁っこ滑るとこ。ガリガリのところもあるよ。70人、100人おるな。120、30人だね。まあ、あれじゃない、こんなもんでしょう。何分待ちだこれ。15分から20分待ちだろうね。で、一人用のとこと大勢用のとこがあるね。一人用のロッカーを一人ぼっちゃで、はい、はい、またライトがついてる。はい、じゃあまたアップします。